I want to feel your heart right now. You are the place, my only home. Yeah, just like the flowers that bloom and fall to be over and over again. Well, I'm barely breathing and feeling to that ground. But it's never time we all stand down. かつて我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前に、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300
300年前のこと。ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところと、そして今五稜の一つオルブスカラグリアを治める火のマスターコアを持つ無常なスリービエザ、岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を重ね続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。やれ。何をしている、もっと力を込めろ。石突き、デッカメ貴様、俺が奴隷同士、傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。切、さっさと行け。待って。ありがとう、デッカメン。怪我はなかったか、ココル。うん、大丈夫だよ。デッカメン、傷が、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。また毒にどやされるな。またお前か。すまない、毒。謝るくらいなら最初からするな、俺。相変わらず何も思い出せんままか。ああ、たまに例の夢を見る以外は。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときだ。難儀なやつだ。これ
痛みを感じないと言っても傷はしっかりほぐし骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの世行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はもっとだ。奴隷の死体なぞ、ここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰にわかるものか。わしに言えるのはこの300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてと、これでいい。傷が開かんよう、しばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。部屋に戻るか。俺は奴隷だ。皆と同じか。なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって。考えても仕方ないか。何の持ち主が変わったのかわからない寝床、今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。
レナのための労働の一日が始まる。死ぬまで逃れられないのか。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。いたぞ、ジルファ。見つかってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんな、いきなり言われてもなあ。あんたは。あそこだ。待て。出して。いいから早く。僕だ。こいつ手間かけさせやがって。おとなしくしてやりたいことは。うわI'm gonna go!
スルドになり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブス・カラグリア・スルド・エルウォルゼ卿、いや、ビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらお足元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これは下に、過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩味だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。気がついた？あんた、ティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス？あら、聞いたことない？抵抗組織よ、ダナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ？ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は？ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？どうって、気になるなら行ってみたら。牢屋で尋問だって？何がどうなってる？確かめないと。